一回見晩寝ずに。うわすごいよ、ね、すごいすごいすごい。かわいい。かわいいですね。あ、こう。こうですね。かんちゃんです、よろしくお願いします。同じくセガ社員 MC のもこままです、よろしくお願いします。セガ社員のアベリです、よろしくお願いします。アベリー、アベリーめちゃめちゃ久しぶりじゃない？半年ぶりぐらい。半年ぶり、ね、生放送とかでは出てましたけどね。というわけで今回もゲストの方に来ていただいております。こちらの方です。バイオリン侍おっくんこと、あ、バイオリン侍おっくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さんは普段、はい、ゲームの音楽だったりとか、はい、あとは SE とかをバイオリンで再現されてるんですよね。そうですね、してます。最近特に頑張ってます。はい、今回はそんなおっくんと一緒に、ソニックのゲーム映像をバイオリンで再現してみた企画を行います。今回の、ソニックマニアに登場する第1ステージのスタジオポリスゾーンを再現していただきます。僕が普段演奏するときですね、はい、実は、まあ、ご存知かもしれないですけど、はい、ゲームのキャラになりきって、あ、ありがとうございます、はい、演奏してるんですけども、今回も僕は実はソニックになって演奏しようと思うんですよ。すごい期待ですね。そうなんですよ、ちょうど実は、まあ、3日3晩寝ずに。うわすごいよ、ね、すごいすごいすごい。さっきもみんなで見てたんですけど、はい、一番クオリティ高いぐらい、ね、ゆるかわいい感じのねイメージがありましたけど。そうなんですよ、やっぱセガ様なので。気を使っていただいて、ちょっと申し訳失敗許されないと思う。ちゃんとすごいです、皆さん見えるかわかんないですけど、マイヤのところとかちゃんと二重になってるんですよ、主体的に。これは気づかないだろうなって思ってやったんですよ。いやいや、すごいんですよ、ちゃんとデコボコがちゃんとあって、お花もね、鼻すごいね、お花すごいんですよ。じゃあてか普通に造形としてお上手だなっていう、びっくりしました。ちょっと実はこれダンボールできてるんですよ。すごい、そのかちゃんとちゃんとはめる用のものまでついてるし、すごい毎回作ってるんですけども、そこが口のとこから、あ、そう、口のとこから実は目が見える、見えるようにちゃんとなってる、はいはい、ですね。今回は実は皆さんにも実はソニックのゲームで敵キャラが出てくる、はいはいはい、どうせなら私たちも楽しもうということで、敵キャラになりきっていただくことはできますかね。いや、ぜひね、やりたいですよ。もちろんやりたいです。こんなこんなクオリティ高いのを作れるか心配なんです。そこは僕がちゃんと指示していたので、心強いです。実はですね、家からこうめちゃめちゃ炊きたてご飯、めちゃめちゃ炊きたてご飯のダンボールですよ。ダンボールをこう持ってきました。はい、これを材料として一緒に作っていこうかなって思います。はい、はい、ちょっとテンション上がっちゃいますね、こういう工作。私も小学校ぶりかもしれない。本当ですか、はい、楽しい、楽しいと思います、楽しいです。ただ、はい、魂を込めて作りましょう。はい、頑張ります、魂込めます、頑張ります、はい、そこはしっかりしましょう。はい、頑張ります。はい、こちらに準備が整いました。今から、はい、かんちゃんはミノムシを作成していきます。モコママも同じくミノムシですね。はい、で、アベリとタックンさんでヘリコプターを作っていきます。やっていきましょう。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いいよ、こいせ。タックンさんはバイオリンはいつからやられてるんですか？僕はですね、実は高校卒業してから大学に入って。あ、そうなんですね。じゃあ歴としては何年くらい？歴としては今7年くらいですね。7年、高校卒業してから私なんかバイオリン始めようみたいな。ならないですよね。ならないけど、何をきっかけが？あ、きっかけ、そうなんです、実はサッカーずっとやってまして、小中高のサッカー。今そこ、なんか全然サッカー要素がなかったんでびっくりしました。高校の引退試合で相手にファールをもらったんですよ、はいはい、後ろから押されてます。はい、運よくこう鎖骨を折ったんですよ。運よくリハビリ室でたまたまバイオリンの音が流れて、すごい魅了されてしまって、それをきっかけに、そう、帰ってからもう YouTube で聴きまくって、すごい、めっちゃ熱い楽器やん。独学なんですか？大学に入ってからこうサークルに入りまして、はあ、オーケストラサークルなんですけど、はあはあはあ、その先輩と後輩に教わりました。すごいですね。今バイオリンをただ弾いてるわけじゃないじゃないですか。ゲームの再現をしてるわけじゃないですか。それは何がきっかけですか？あ、なるほど、はい、今まではただの単純な音楽だけやってたんですけど、はいはい、
そろそろなんか暴れたい、暴れる時期かなと思って、はい、今年になってからやり始めました。あ、今年になってからなんですか。そうですよ。ゲーム動画その、まあ、今年から始めたってことですけど、はい、結構長い時間かけて作られてる気がするんですけど、どうなんですか。いや、本当ですね。だから今まで最初がマリオカートなんですけど、はい、あ、はいはい、そう、車部分から作って、はい、3日かかったんですけど、3日マリオカートのスタート部分作るだけ。あ、作るのに3日。そうで、はい、演奏するのも今までで一番長くて3分半みたいな。半の間ずつ。そう、めちゃくちゃ。だからなんかすごい何億テイクしたかわかんないぐらい。セガのゲームは今回初めて。今回初めてです。そうなんですよ。まあ、いずれは絶対にやろうと思ってたんですけど、まさかこうこんな形でやる人は。あ、嬉しい。公式で。そう、公式でまさか呼ばれると本当に嬉しいですね。かわいい。かわいいですね。あ、こう。そうですね。じゃあ、行きます。ママから、はい、まず見せていきましょう。見せましょうか。じゃあ、せーのでいきます、はい、せーの、じゃーん。あ、かわいい。わかります。はい、ここからどう見てもあのゲームに出てくる。そうですね、目の虫、完全な再現を。特に目とかいい感じですね。ちょっとフラリってる。どっちも、もう一方。はい、ね、はい、はい、アベリすごく、どうぞ。じゃん、じゃん。かわいいですね。すごい、ちょっと手作り感がいいですね。味がある、味がある。ヘリコプター、ヘリコプターすごい。ヘリコプターね。頭回して、頭回して、頭回して全部回っちゃう。これからね、これがこれ終わりじゃないですか。オッくんさんの動画によって入ると。演奏の方に行きましょうか。行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。
というわけで撮影をしてまいりました。パチパチパチ、お疲れ様でした。改めていかがでしたか皆さん。普段一人でもう無言で真顔でやってるんですけど、なんか皆さんとわちゃわちゃできてめちゃくちゃ楽しかったです。あ、めっちゃ楽しかったです。あ、本当に。はい。雨も楽しかった。楽しかった。楽しかった。楽しすぎてね、今まだその格好してるもんね。すごい図になってる。来るのも楽しかったですよね。あ、本当ですか。そう。なんか文化祭みたいな本当にテンションでみんなでワイワイ作って楽しかったですね。実はおっくんさん。あ、はい、足。ソニックの足も作ってる。見てください。超キュート。かわいい。ちゃんと走る足です。走れるんですか。そうです。これを走れます。はい、そんなソニックですが、なんと今年で30周年を迎えます。6月ですね。パチパチ。ぜひそんな記念すべき年ですので、皆さんもソニックぜひプレイしてみてください。では本日の動画はこちらで終了となります。本日も、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。さようなら。